皆さん、こんにちは。ワダルグルビーです。今回から、スーパーファミコンのゲーム、夢幻のごとくをプレイしていきたいと思います。これは、信長がもし本能寺で死ななかったらという、イフの世界を体験できる、RPG になってますので、今までの戦国時代のシミュレーションゲームとはまたちょっと違った雰囲気になっているのかなというふうに期待しています。完全に初見プレイになりますので、ちょっとグダグダする部分もあると思うんですが、ぜひ皆さんも一緒にお付き合いいただければ嬉しいなと思います。では早速オープニングから見ていきましょう。これは本能寺ですかね。光秀の手勢によって離れたれた火が本能寺を包んでいますね。信長が今話しているのは蘭丸、森蘭丸のようです。面白いのを一遍死んでやろうかい。ブヘヘヘヘ。これが信長ですかね。夢、幻のごとく。では始めていきましょう。信長を本能寺で撃った光秀は京の外れに陣を構えていた。そしてかねてからの密約の成り行きを見守っていた。魔王は死んだ。あとはカブラルとの手厚通り。秀吉軍と共に近畿を抑え、この光秀の名を天下に知らしめるのじゃ。殿、秀吉軍が凄まじい勢いで間近に迫っておりまする。まことか。秀吉が、まことにこの光秀を討つと兵を進めておるのか。もはや一時の猶予もございません。己秀吉め、裏切りおったな。毛利軍と戦っていた秀吉は急ぎ反転。世に言う中国大返しの離れ技によって、突如京の外れに現れた。明智軍と秀吉軍が激突した山崎の合戦である。この山崎の合戦はね、皆さんご存知の通り、秀吉軍が圧勝をして、光秀は退却のその最中、撃たれてしまったということですね。この夢幻のごとくのゲームの中でちょっとどうなってるか、そのあたりも楽しみです。戦に敗れた光秀は陣中をさまよっていた。お引きくだされ、秀吉軍が迫っておりまする。ぐはー、何か下船の者に襲われましたね。わしがやらねばこの国はあの魔王、これ信長のことですよね。信長によってズタズタになっていた。信長を倒した光秀も、増兵の手によって倒れた。やがて、雨が。スーパーファミコンのゲームなんで、このあたり雨の描写とかも綺麗ですよね。光秀を撃った秀吉軍は、今日へ凱旋。
これは信長っぽいだ。猿、止めろ。なんじゃなんじゃ今の声は。今なんと言った。言ったもの前へ出ろ。猿、ひぎゃー。これも絶対信長ですね。相変わらずよくたまげる猿じゃ。ぐわはははは。信長は死んでいなかった。炎の中からよみがえったのだ。そしてここからは新たに影の記録が記される。日本を統一し強大な魔を召し世界へ打って出る長大な記録である。大将、魔王の復活。信長乱丸は秀吉に従い京の外れにある山崎城に入った。だが秀吉は信長を誰にも会わせようとはしなかった。信長が生きていることは伏せられたままになっていた。わしをこのまま闇に葬るつもりか。身分をわきまえぬやつじゃ。脅しをかけてくれるわ。ここから動かせるようになりましたね。ちょっともっさりした動きで、まあ、いわゆる A ダッシュ、B ダッシュみたいな、歩行速度を高めるようなものはちょっとなさそうです。誰かいるな。話しかけてみましょう。うろうろされてはなりませんぞ。何やつ。秀吉の家臣、しかもこの城の中にいるものであれば信長の顔ぐらい知ってそうですけどね。これは8すか5、6かな。秀吉配下の重臣、8すか5、6。当然信長の顔は知ってましたね。貴様何やつ。うん、殿が連れてこられた方か。殿はこの上にいる。なるほど。ここから先は大奥じゃ。ドケイン、キャー。信長に罰せられましたね。大奥の中に踏み込みましょう。キャー、スケベー。どこがある。ねね、久しぶりじゃの。これはおねね様なんですね。大友の部長、妻の私にさえ告げぬとは許せません。秀吉に会いに参りましょう。あ、これでおねね様に連れられて秀吉の元に行けそうです。秀吉と官兵衛は信長暗殺を目論み、その策を練っていた。猿。大殿、なぜこんなところに。秀吉。官兵衛。この国、まこと貴様らに治められるか。滅相もございませぬ。まあ、信長の圧の前に、秀吉、官兵衛、まあ、これは黒田官兵衛ですよね。両名とも完全に起用されてますよね。わしは死んだままにしておけ。この国、貴様らにくれてやる。見事治めい。信長の度量の凄さが半端じゃないですよね。そしてわしは全世界を切り取りに行く。大艦隊を作って。カブラルめ、どうせどこかの部屋におるのだろうが。カブラルって一番最初のオープニングで信長を亡き者にしようと企てたというふうに出てましたよね。信長様、これがカブラルかな。
光秀と企てた本能寺の変を失敗したカブラルは信長を大いに恐れていた。光秀、カブラル、秀吉の陰謀などたかが知れておるわ。カブラル、お前に命令する。信長はカブラルに世界各国の情報を集めにすぐ出発するように命令した。この世、一人の主に統治されてこそ平和になるのじゃ。わしの望みはこの世界から戦をなくすことにあると知れい。信長の後継者を決めるため、信長の子らと柴田ら織田の重臣が清須に集まった。世に言う清須会議である。ここでね、信長の長男である信孝、その子供、信長から見た場合は孫にあたる三法師を担ぎ上げた秀吉がね、事実上実権を握ると、そういう会議ですね。信長の次男信勝は勝家と組み、織田家の後継者になろうとしていた。信長様が三法師様は後継者にすべしとの遺言を残しておられる。一方、ここは岡崎。家康のもとに蘭丸生存の噂が届いていた。家康は一人の僧と対面。光秀である。面白い展開ですね。傷も癒え、ようやく体も元に戻りました。これからは天海と名を改め僧になります。おお、このゲームの中では天海光秀説を採用しているんですね。そしてここで家康が光秀、天海に蘭丸が生きていること、そして、おそらく信長も生きているであろうことを伝えたということですね。半蔵、これは服部半蔵かな。今ちょうどどうする家康でも服部半蔵が活躍してましたよね。天海を泳がせ、動きを見張るのじゃ。信長と蘭丸は山崎町から京へ抜け、街道に現れた。まずはどうなされますか、殿。久喜のもとへ行く。久喜というと、伊勢志摩の漁師の久喜義高のことですか。そうじゃ。世界に打って出るには船がいる。なるほど。船を調達しに、久喜のもとを訪れるんですね。乗り込む 国のことは事前に調べねばならない。この辺りの山賊どもでも偵察のための草として世界各地に潜らせるか。まずは山賊の情報じゃ。なんだろう。なんか町みたいなところに来ましたね。山崎の合戦のために京に入れない。そうですね。怪しいやつめ。山賊を探してちょっと徘徊していきます。お、宝蔵院がいますね。武者修行の旅の途中。お主も武芸者のようじゃな。どうじゃ、ともに奈良の野牛道場へ参らんか。なんか突然ですね。では野牛道場にこのまま連れてかれますね。京の町から南下して奈良に入るみたいです。ここが野牛道場。おう、では早速ちょっと中に入りましょう。わしは宮本無二歳。無二歳がここにいるのか。
石州大殿と手合わせ願いたいと思って参ったのだが、おられんな。2歳はね、そうなんですよね。武蔵の父ですね。石州祭はいないのか。他の者と手合わせしてみてはどうかと言われても、ちょっと誰もいなそうですね。では、せっかく来たこの町なので、町の中を探索しておきたいと思います。町民の家の中から、文が発見できました。誰を仲間にするかによって、この物語は異なってくるぞ。今、仲間は乱丸だけですので、何人パーティーになるんだろう。ちょっとそのあたりも後で確認しておきたいと思います。そして宿。お泊まりですか？いや、泊まらないでおこう。それよりも炭素は去っておきます。薬草4つ獲得できました。では同じ要領で、探索しておきます。入れ替え、立ち去る。4人パーティーっぽいですね。自分を入れて、なんか道具屋さんみたいなところがありますね。武器、防具、道具がある。なるほど。ここでじゃあ一通り揃えておきましょうか。信長ですね。両手に内刀装備しました。乱丸も同じ要領で、ちょっと二刀流できるのかどうかわからないですけど、しておきます。こんな感じです。山賊は奈良を中心に荒らし回っている。山賊をどこかに追い払ってくれる者はいないのでしょうか。これ山賊フラグが立ってるな。どっかに山賊がいるので、まあそれを退治しつつ、配下に収める。まあそんな感じですかね。Y ボタンを押すと、早く歩けますよ。これめっちゃいい情報だね。早くなりました。しかも、格段に早い。ここにも文がありました。陰陽師の力により無事鬼は封じられました。ご安心くだされ。先久。この絵先久からの文のようじゃ。なんか怪しい文でしたね。まあ、先久は確かに本能寺の変の黒幕説が、まあ、ある一人ですよね。なんかお寺の中みたいなところに来たんですけど、ここで技の始伝、術の始伝、記録回復、復活、転職とかありますね。転職とかあるんだ。僧侶から僧兵。はぁ。いや、ちょっとまだいいかな。あとは技の始伝。はぁ。槍の技か。槍はちょっとまだ持ってないからな。でもここで、槍系の修練が積めそうですね。さすがは、奈良。もう一度ちょっとここに戻って、無二歳と手合わせできるみたいなので、手合わせしておきましょう。で、これは、どうやらイベントの戦闘のようなので、もう何もせずに、終わります。この感じは新鮮ですね。戦国もの、しかも、信長とか乱丸、実在した武将が RPG 風になってるっていうのは、見た目にも、そして実際にプレイする上でもすごく新鮮です。ここで技とかね、防御とか、まあ、いろいろ戦術面で操作ができそうです。また手合わせいたそう。では、この後は、山賊を探しに行きます。ここからも自由に街の中に入ったり、街の外を探索したりすることができそうですね。では、少し探索していきたいと思います。敵も最大4人出てくるっぽいですね。ならず者を倒しました。経験値も手に入れられます。もう完全にドラクエライクな RPG ですね。エンカウント率もそこそこあるかな。
この信長乱丸に攻撃を当てられると思うなっていうぐらい強い。では探索を続けます。で、熊野の村に入りました。山賊を退治してこの村を救ってください。山賊は奥の砦にこもって悪さばかりする。そうか、じゃあここで山賊退治をするというのが最初のイベントになりそうですね。では、まあ少し短いですが、キリがいいので一旦ここまでにさせていただいてですね、次回はこの熊野の村を中心に奈良一帯を荒らし回っているその山賊、退治を、やっていきたいと思います。